パチモンちゃんの時間だよ。今日はこれ、みんな大好きポッキー持ってきたよ。お土産買ってきました。はるかちゃんいつも買ってきてくれるの。なんだいそれは。ペペロです。ペペロ、ペペロ、あ、韓国のやつなんだ。まあこれはね、グリコさんがね作ってるやつなんだけど、これは何、どこを作ってるの。これはね、うん、ロッテ。え、ロッテ。ロッテ攻めてるね。この近さは長さが違うな。うん、うん、ポッキーの方が長い。でもこっちちょっと太いね。太いよ。食べてみましょう。じゃあポッキーから。うん、ありがとうございます。ポッキー、うん、おいしい。おいしい。これさ、こうやって食べてるじゃない。ここが最後残るの嫌とかありません。こうなんじゃったら残念じゃん。あー、ここがおいしい。ここがね、もう大人ならわかるのよ。すいません。全然違う。ちょっと違うね。なんかペペロ、棒が美味しくない？なんか棒を生かすチョコじゃない？わかる。これね、太いから。あ、そうか。余計味がするんだ。この味がすごくなんか決め手になる感じの。みんなチョコに目がいくけど、うん、実はこれが大事だったってことか、ペペロ。しかもしれない。なるほど。これ価格もね、最高も。なんと、173円。あー、こっちはね、115円。もう安い。115円。115円、すごいね。あ、もうほとんど一緒だもんね。ちょっと太くて、うん、食べ応えもあるもんね。食べ応えあって、それで115円は買っちゃうな。買っちゃうね。買っちゃうなこれ。チャンネル登録よろしくね。パチモンちゃんではあなたの周りのパチモンも募集してます。コメント欄から情報提供をお願いします。